石田寛太が入っておりますので、はい、彼を起用して取ったところですね。そうですね。今度ショットガンですね。今度はショットガンですね。リバースを使いました。右サイド近畿大学最初からスペシャルプレーの連続ファースターン獲得。相手はそのままスニークスニークですね。ドカンってでも分からないですね。なんかファースターンを取りました。あっとファンブルをしました。すんなりターンオーバーでした。右サイドにセットしました。オプションのフェイクで捕まってファンブルして、ボールはどっちが抑えたか、うん、まだ動いている。近大が抑えた様子です。最後は近大みたい。それの方があの確率が高いですね。そうですか。ランプレーです。これは伸びになりました。なんとか止めたいが止めました。石井ですかね。アップバックに持たせてタッチだ。先制点近大ですね。サウダウンと。さあオプションのキープなのか。ファーストダウンを取りました。おお、なかなかいいプレーボール、あのいい判断でしたね。ボールトライ距離は対決戦ですが外れました。早いタイミングでした。早いですね、はい、これは抜いていく。誰もいない。懸命にディフェンスを追っていく。あ、すごいすごい。なんとか捕まえた。これは抜いていく。誰もいない。懸命にディフェンスを追っていく。あ、すごいすごい。なんとか捕まえた。惜しい。あと 2,3 ヤード。いや今すごかったですね。残り20と4。プレー決めてたな、みんなね。全部これまた自分で入りました。タッチダウン。全部キビクラスですよね、はい、そうですね。もうついに取りました。意地ですね。意地で行きましたね。ついに龍谷今シーズン。オプションフェイクからパス。どういうことか。カバーさん見ましたが、よく取りましたね。はい、バッタインがありました。ここまで持ってきました。おっと、ピッチバックしてランニングバックが上がってタッチダウン。結果的にはもう通ったから。右にロールアウトして長いパスを狙う。空いてる。フラッグ飛んだ。取ってそのまま走っていくが、フラッグどこで取るか。エンドゾーンに入りました。パス、インターフェア、オフェンス。スポットからゴールまでの半分を奪ったりしてダウンを繰り返します。ハントリターナーは龍谷陣内にいます。近大高いパントキャッチして返します。5ヤード、10ヤード、15ヤード、20ヤード、25ヤード、あと3、4ヤードのところで外に出ました。ナイスパントリターン出ていましたが、このシチュエーションでは3年生の勝美持ち込んでいった。タッチダウン。追加点ちょっとないですからね。なるほど、はい、クォーターバックキープ。いい動きだ。ファーストダウン。小坂さん、こんな動きができるんですね。すごい。インモーションした藤林に投げるのではなく、自分で走ってファーストダウン。いいスピードしますね。はい、レアクションパス狙った。よく取った。よく取りましたね。ナイスキャッチ。レアクションパス狙った。よく取った。よく取りましたね。ナイスキャッチ。よく取りました。本当ナイスキャッチですね。すごい、素晴らしい、うん、ドロープレーいったか。いった。いきましたね。タッチダウン、うん、今はセットバック1回も更新できずに終わってしまうと、はい、あれなんで。あーっと、一発でファーストダウン取りました。こういうのはなくしたいところですけどね。これもクォーターバックが走る。ファーストダウン取りました。10ヤード以内入ってきた。10ヤード以内入ってきました。外に出て近畿大学今シーズン初勝利。21対14、龍谷大学を振り切りました。